大家好，ミオです。やばい、今日ね、我妈第一次怎么说，在我的 YouTube 频道出现。お母さんです。ちょっとね、很害羞だから、今天应该会怎么说那个顔を出さないと思いますけど、もしかしたらアクシデントで。顔が出ちゃうかもしれません。でも私が很尴尬、所以我不想要让他、我不想要让大家看我的妈妈的脸なんですよね。はいはいはい。ということでね、やばいね、我没想到、有一天、こんな日が来ると思いませんでした。さて、お母さんと一緒に今日はビデオを撮りたいと思います。で、今日まずね、お母さんに、そう、我想要让他吃台湾的东西なの。ねえ、我妈妈、台湾料理好き ?Yes. 为什么为什么说英文別に日本語でいいよ。台湾料理は好きですか？はい。はい。好きらしいんです。でも、他没有吃过台湾的这种东西なので、今日はこれをお母さんに食べさせたいと思います。食べたことないよね。ない。あとこれも、これね、めっちゃおすすめなの。これめっちゃ美味しいから、作ります。余裕だけの、そう、インスタントラーメン。私前はね、カップ麺食べたんだけど、これはね、ディーズツオなんです。ま、全部入れればいいんじゃないか。今ね、めんどくさくて。ああ賞味期限大丈夫かな。12月25だった。あ、へぇー。こんな感じ。あ、あ、もう割れちゃった。これはね、上次我夏天回来的时候、从台湾带回来日本なんです。でもね、上次没有时间跟妈妈一起吃なんで。大丈夫かな？なんかちょっと怪しい匂いがするけど。まあ大丈夫っしょ。これはね、スープなんだよ。スープ。あ、忘れちゃった作り方。なんだっけなぁ。あ、なんか蓋しなきゃいけないらしい。これはね、スープなのよ。うん。ちょっと待って。はい、じゃあこれスープ。これスープ別で作ります。え、やば、マジで忘れちゃった。なんだっけこれ。それは後で入れるの。先にお湯。あ、これね、混ぜ麺ですから。麺は単、あの、スープがない。とか多分ね、適当に。やば、マジ適当すぎ。はい、すげえ。空気清浄機が、これが臭いと思ったから。よし。3分。はい。ちょっと何で蓋しよう。これでいいか。これちょっと鍋敷き。微妙にする。なんか、熱っ！今、これを置きました。はい。3分待ちまーす。熱っ。じゃあこれで、これがね、書いてないからね、うん、どんぐらいお湯入れるかわかんない。なんとなく、あ、めっちゃ麺入っちゃった。いいか、適当。はい、お湯きれいに捨てました。じゃあ次。これを入れます。このね、このソース、これだけで売ってる？他に、スーパーに。で、なんかこれを野菜炒め、とかに使うのかな？なんか、とかこれに、にお湯入れてスープ、とかにして。もうちょっと声張って出してもらって。やだ、私の素が出ちゃう。
え、なんていうのそれ、スープ。スープ。は？どうぞ。ソース。このソースは、ウェイリーザージャンです。ウェイリーです。わかりません。わかりますか？わかりません。ウェイリーぐらいわかるでしょ。ウェイリー。うん。こういう匂い。魚。ああ、そうそうそう。うん、魚、あ、すごいね。さすが、料理、毎日やってる。うちのお母さん料理上手です。料理の先生やってます。で、これを、あ、すごい。大丈夫かな？なんか、怖い。うん、一回つく、いつかな？さ、私、おぉ、インデンチェンスかな？いつ食べたかも忘れた。そっちのスープはどうするの？これスープはこれ飲むの。あ、スープね。うん、一緒に。なんか綺麗に混ざる。あれなんか。大丈夫かな。なんかちょっとこの間と、跟上次不太一样。OK なぁ。食わないの。あ？食わないの。食わない。あ、でも好きに自分で。うん、でもめんどくさいから今日はこれだけです。あ、できました！完成！めっちゃ簡単。じゃあお母さんに先に食べてもらいます。ちょっと麺硬いか。じゃあどうぞ。食べます。はい。硬い？硬い？硬い。どう味は？うん。え、ダメ？味はちょっと辛いんだね。ちょっと辛くない？辛いかな。辛かったっけな。やっぱあれじゃダメだったか。もっとちゃんと麺を。うん。硬い。ね、もうちょっと麺やんないとダメじゃない？うん。ん？でも。あれ、なんか味が違うんだもん。ん？ネギとか入れる？めんどくさい。あれ？なんか前食べた時と味違う。ん？でも美味しいよ。うん。美味しい。うん。もう見えちゃう。無理やり。なんだ、そう。ん？美味しい。ちょっとピリピリ、ピリ辛だよ。ピリ辛、ピリ辛。うんうんうん。じゃあこのスープ飲んでください。うん、マジで。濃いかもしれない。うん、ちょっと濃いけど美味しい。うん、あ、濃い場合は美味しい。うん、何の匂いかな。中華スープ？うん。うん、美味しい。美味しい。うん、美味しいね。美味しいです。美味しいです。はい、なんか無理やり言わせた感じありますけど、はい、美味しいということで、やっぱり日本人にもこの麺は人気です。だよね。うん、大丈夫です。大丈夫です。美味しいです。美味しいです。ということで、ちょっと今度また違う日本人の友達にもこれをプレゼントして食べてもらいたいと思います。じゃあ、我妈妈今天第一次吃台湾的泡面怎么样でした。またねー。谢谢看我的影片，请帮我订阅、按赞、分享、留言、开启小铃铛。